さんこんにちは、鈴木ひろしです。今日は本日オープンする世界初の指定型テーマパーク、ドリルランドのオープニングセレモニーにお邪魔しています。イエーイ。ここドリルランドは地下500メートルに建てられた地下最大のテーマパークで、ドリザラ協会とスペイン王国が共同で開発した夢の一大メジャーランドです。おや、ゲストに招かれたおなじみのゴリラたちが集合したようです。一匹狼のアウトロー、オリビア・タルさん。世界一の女性ゴリラ、アンナ・ホッテンマイヤーさん。ゴリラ研究所が誇る高性能ロボット、ゴリラ Z さん。いやいや、どうもどうも皆さん、この度ドリルランドの建設を任されましたフルイードです。かねてからゴリラを題材にしたテーマパークを作りたいと思っていました。本日はどうぞ楽しんでいってください。そして最後はゴリラ協会会長、ゴリ会長氏と指定王国の王様が登場です。ここにドリルランドの開園を宣言する。さて、準備は整ったな。そうですね、完成にこぎつけましたし。それでは、お前らはアトラクションの準備に取り掛かれ。もう仕事終わりじゃないの？バイト代いらないなら、もう帰ってもいいぞ。さて、仕事に取り掛かるぞ。早速ドリルランドへ行ってみよう。でもどうやって行くわね？ドリルランドへようこそ。皆様、招待状をお持ちですね。ではこちらへどうぞ。あ、あんなところにエレベーターがあるわん。さあこちらへ。それでは行ってらっしゃいませ。どこまで降りていくんだろう。ドリルランドは地下500メートルに建てられた巨大テーマパーク。
ドリラー協会と指定王国が開発した夢のレジャーランドをどうぞお楽しみください。うわー、すごいすごいすごい。これがアトラクションだわん。うん、これ面白そうだね。入ってみる？何々？参加できるのはお一人様です。だってロボットでも参加できるのでしょうか？大丈夫だろ。しかも参加っていうか実際に挑戦するらしいよ。仕事でもないのに無駄に体を動かすってのもなんだな。まあいいじゃないの、せっかく来たんだしさ。さあどこに行くのだ。ここに決定。このアトラクションの参加は女性の方専用だとさ。じゃあ僕しかできないね。ん？あと男性の方を一人連れてきてください。だって進むはと、あれいない。まあ、あ、アンナ、これ面白そう。進む、いいから来て。ちょっとどこ連れて行くのさ。地下に潜む悪魔を倒す、今とは別の時間別の世界の物語、ドルアーガの穴へようこそ。よし、行くぞ。ふっ、ふっ、ふっ、ラッキー。ふっ、ふっ、よし、行くぞ。ラッキー、ラッキー、ラッキー、
ラッキー。ここにするわん。心臓の弱い方お断りか。怖いのかな、出るのかな。相当怖いんじゃないの。くっ、だらしねえ。そんなの俺が言ってやる。おお、さすがは我が息子。うるせえ、茶化すんじゃねえ。なんか正し書きが。
このアトラクションはコウモリとか出ちゃうので十分気をつけてお進みくださいだって。コウモリ出るのか。決して一人で掘りすぎないでください。ホラーナイトハウスへようこそ。
ざっとこんなもんよ。ちょろいちょろい。アダルさん、ちょっと顔色が悪いです。あと脈拍も早いようですが。こっそりコウモリに変装してアダル様に抱きつこうとしたのに心配した。どうもいないと思ったら勝手にそんなことを。さあ片付けと清掃始めますよ。分かったわよ、うるさいわね。その格好ですんな。ステップにポイントがたまったわ。ポイントたまったらどうなるの？お店でドリラーカードやグッズが買えるみたいだよ。次行くわ。どこ行くわ？いろいろ売ってたり見学できたりするショッピングモールがあるみたい。グチはしゃぎすぎ。さあどこに行く？ここに行こう。これはミスタードリラーの称号を持ってないとダメってことだよな。30歳までとはどういうことじゃ。まあまあ、きっと過酷なんですよ。そっか、じゃあ進むに任す。じゃあ行ってきます。気をつけろ、宇宙では息を止めるんだぞ。ミスの中じゃねえんだから。未体験の宇宙ゾーンへご招待、スタードリラーへようこそ。you
ラッキー
宇宙ってすごいよ。考えられないようなことが起こるし。ほほ。宇宙ラクダにも乗れてよかった。何？ラクダ？嘘だよ父さん。見てなかったの？ずっと居眠りしてたの。おい、ポイントはたまったか？うん、ちゃんとたまってるよ。おお、そうか。よしよし。いやあ、皆さんどうですかな、このテーマパークは。楽しませてもらってます。いやー、ポイントがなかなかいいぞ。そんなことばっか言ってんなよ。ゆっくりしていってください。お楽しみはまだまだこれからですよ。特にドリルランドの最大のアトラクションもお楽しみにしていてくださいね。それでは私はこれで。最大のアトラクションってなんだろう。よっしゃ、次はどこだ。さあ、どこに行こうかな。ここにするぞ。対象、誰でも OK。 やった、僕にもできるのがあるわ。え、他のってできないの。そうだわ、看板には書いてないけど、他のは全部身長制限に引っかかるわ。そりゃ犬だしな。ああ、犬をバカにしたわね。許さんわ。プチ、冗談だよ。ほら行こう。もう。マリオ、マリオいるぞ。ドリルを手に、世界一周の旅に出かけましょう。ワールドドリルツアーへようこそ。ラッキーワン。
Thank you.
Thank you.
さ、どこに行くんだ。ここにしよう。さ、どこに行くんだ。ここに決定。このアトラクションの参加は女性。地下に潜む悪魔を倒す、今とは別の時間、別の世界の物語、ドルアーガの穴へようこそ。よし、行くぞ。フラッキー、トーフラッキー、冒険者の挑戦を待つだって。ふん、
ここは世界中を飛び回っているわししかいないな。そうだね。では行ってくるぞみんな。うわっ、父さんヘルメット。お、おお。大丈夫かな。古代遺跡の秘宝をめぐる冒険活劇、ドリンリーアドベンチャーへようこそ。よっしゃ、行くぞい。よっしゃ。
よっしゃ。どこに行きますか？ここにしよう。対象、アニャマルドリルちゃん、ドリルを手に世界一周の旅に出かけましょう。ワールドドリルツアーへようこそ。パーツ破損。
バリババ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 やっぱり普通に掘り慣れてるってのはいいな。そうだね。なんか世界は一つ、人類は皆兄弟って感じがした。犬は出てこなかったわん。世界中の犬仲間を見たかったわん。でも楽しかったからいいわん。三つ目攻略っと。なかなか順調順調。あそこにいるのはフルイードさんではありませんか？ああ、本当だ。何か忙しそうだね。ドリルランドが完成したからといって仕事が終わったわけじゃないんだな。ねえ、進む。フルイードさんって誰かに似てる気がするわん。え？急に何を言ってるんだい、プチ。似てるって誰に似てるのさ？わからないわん。気のせいかもしれないわ。まあいいわん。次行くわん。変なプチ。さあ、どこに行きますか？ここに決定。記念にドリルランド限定グッズはいかがですか？
トラクションが難しいのならご相談に乗りますよ。ありがとうございました。またどうぞ。これはミスタードリル。おかえり。どうだった？宇宙ってすごいよ。いらっしゃいませ。ミスタークレラ、ドリルランド。